ソリビチェゴドスクの紋章。ソリビチェゴドスクは、ロシアのアルハンゲリスク州南部にある町。ビチェグダ川の右岸に位置する。25km 西の下流には、ビチェグダ川が、北ドビナ川に合流することらすの町があり、さらに下流にはかつてロシアの唯一の開港だった、八海の町アルハンゲリスクがある。町の名前は、ビチェグダ川の潮の町を意味する。人口は2843人。 ソリビチェゴドスクの町は14世紀、ソリアノエコの湖岸に作られた。15世紀には、ウソルスクと呼ばれており、貴重品である塩の生産で栄えていた。ロシア最大の豪商だったストロガノフ家は16世紀、初頭、この地で製塩業を手掛け財を成して、大商人へとなっていった。16世紀から17世紀、アルハンゲリスクとモスクワを結ぶ陸路、リクロ。 水路の途上にあるソリビチェゴドスクは、ロシア北部の商業、工芸、文化の中心として、大いに繁栄し、特に、エナメル産業で知られていた。またソリビチェゴドスクの毛皮商人は遠く東、シベリアなどへも進出した。ロシアがバルト海へ進出した18世紀以降は緩やかに、衰退し、流刑地ともなった。1937年に、ボログダ州から、 アルハンゲリスク州に管轄が変わり現在に至っている。現在は、そりゃのエコの泥や光線を生かした温泉保養地となっている。ありがとうございます。